時刻は6時半です。沢田研二最新ニュースのお時間です。メモジュリーニュース1830、沢田研二ライブ2024、昨日に立つ静かなる岩、全国ツアー追加公演。先日7つの追加公演が発表となって抽選受付が開始されましたが、そちらは終了となっております。第2回目の先行抽選が昨日よりスタートしております。本日はそちらについてご紹介させていただきたいと思います。まずはライブの概要、7つの追加公演の概要でございます。まずは兵庫です。9月8日日曜日、神戸国際会館国際ホール、会場時間は16時夕方の4時から、開演は17時夕方の5時からとなっております。次は大阪です。9月10日火曜日、フェスティバルホールです。会場は16時夕方の4時から、開演は17時夕方の5時からとなっております。次は広島です。9月16日月曜日、祝日ですね。こちら福山芸術文化ホールリーデンローズ、会場時間は15時30分、お昼3時30分、開演は16時30分、夕方の4時半からとなっております。次は千葉公演ですね。9月22日日曜日です。市川市文化会館でございます。会場時間は16時、夕方の4時です。開演は17時夕方の5時からとなっております。次は東京です。9月25日水曜日です。昭和女子大学瞳記念講堂、会場時間は16時30分、夕方の4時半から、そして開演は17時30分、夕方の5時半からとなっております。次は愛知です。11月になります。11月6日水曜日です。愛知県芸術劇場大ホールです。会場時間は17時夕方の5時から、開演は18時夜の6時からとなっております。そしてラストは京都です。11月7日木曜日です。ロームシアター京都メインホール、会場時間は17時夕方の5時から、開演は18時夜の6時からとなっております。以上、全部で7公演の追加公演となっております。チケット代金は前回と同じです。全席指定の8800円となっております。手数料は別途かかりますのでご注意ください。大阪のフェスティバルホールだけ一般の指定席とバルコニーボックス席、どちらかから選べるようなシステムとなっております。チケットの申し込み受付期間ですけども、昨日からスタートしております。チケットビアにて昨日5月27日スタート、6月10日月曜日の午前11時までの受付期間となっております。こちらの動画の概要欄にチケットピアの URL をつけております。よろしければそちらからチケットピアへ向かってください。こちらの情報は2024年5月28日火曜日お昼3時確認分の情報となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは不定期夜6時半にジュリー沢田研さんの最新ニュースを中心に配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ちぎりもんでした。